成いたしました。選手の登場です。大きな拍手でお迎えください。はい、どうぞ前へお越しください。さあ、本日は岩下大輝選手、そして成田翔選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。さあ、まずはお一人ずつご挨拶からいただいてもよろしいですか。じゃ、マイクを持っていただいてお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。プロ4年目の岩下です。今年はセットアップは任され、頑張ってるっていうところを見てもらえたらなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。岩下選手はこういうトークとかって得意ですか、どうですか。めちゃめちゃ苦手です。苦手ですか。今日はじゃあ頑張っていろんなお話を聞かせてください。試合より緊張してるんで。試合より緊張してますか。リラックスして、お手柔らかに。かしこまりました。リラックスしてお願いいたします。では続いて成田選手お願いします。こんにちは。こんにちは。昨日一軍に再登録されました成田翔です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではおかけください。フレッシュな、ね、お二人にお越しいただきましたけれども、今日はエニタイムフィットネス様とのコラボイベントということで、まあ、後ほどねちょっとあの体を鍛えてる、ちょっとそういうお話にも迫っていきたいなと思うんですが、その前にまずはこのステージおなじみのタコ紹介というのがあるんですけど、自己紹介ではなくってお互いをどんな人か紹介していただくというコーナーになっております。まずは岩下選手から見た成田選手がどんな方なのか、できればちょっとファンの方が知らないような一面があったらなお嬉しいんですけど、教えてもらってもいいですか。タケルは、はい、そうですね、はい、まあ、顔の雰囲気と一緒で、はい、めちゃめちゃ人懐っこいんですけど、人懐っこい、その分、はい、年近い先輩にはガツガツいかれる、ガツガツくる、僕とかはもうタメ口聞かれるくらい、タメ口ですか、生意気な野郎です。年齢的には一つ上ですか、はい、岩下選手が。でもタメ口で来ると、いや、もう僕は全然そのくらいのフレンドリーな感じが好き。 OK なんですね。全然大丈夫です。でも人懐っこい方なんですね。いや、めちゃめちゃ人懐っこいです、ね、あ、なるほどなるほど。では、それを聞いた成田選手、まずはちょっとどうですか、そんな風にコメントいただきましたが。まあそうですね、はい、まあ、岩下さんには、はい、まあ、タメ口であんま聞かないかなと思うんですけどあら、はい、まあ、はい、仲良くさせていただきます、はい、でもこう仲良くしてくれる先輩なんですね、はい、良き先輩ということですね。では成田選手から見た岩下選手がどんな方なのか教えてください。そうですね、やっぱ見た目通りのクールな感じで、はい、クールな感じ、はい、はい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 、あんまり、はい、そうですね、積極的には話す感じはないですけど。あ、そうなんですね、はいはい、いつもこんなクールぶってます。あ、ちょっとクールぶってるそれを聞いて岩下選手いかがですか。ぶってます。あ、ぶってる。でも実際はそんなことは、いや、はい、結構人見知りな、ちょっと人見知りなところがあるんですね。でもその中でもやっぱ成田選手はこうお話ししやすい後輩という感じですか。そうですね。なるほど。ちなみにプライベートではなんかお二人は一緒にご飯行ったりとかはありますか。どうでしょう。ちょっと寮にいるときは、はい、岩下さんに連れてってもらったり、あ、連れてってもらったり、はい、そうなんですね。では今日はそんな岩下選手と成田選手との、いろいろお話を伺っていきたいと思います。さあ、まずはですね、もう8月も終わりに差し掛かっているのに、すっごくね、あの、毎日暑いんですけど、お二人は、まあ、プロ野球選手としてこの暑さ対策とか夏バテ対策みたいなことはしてるのかなっていうのをまず聞いていきたいんですが、岩下選手から伺ってもいいですか。そうですね、暑いの本当は嫌いで、あ、嫌いですか。マイクできるだけこう近づけて喋ってもらってもいいですか。すいません、苦手ですか暑いのは。めっちゃ苦手なんですけど、とりあえず、はい、体重が落ちないように、あ、体重が落ちないようにしっかり食べるように。やっぱり暑い日あんまりいっぱいは食べられない。いや、はい、夏場に体重太るくらいの、はい、食欲してるんで。そうなんですね。あの、岩下選手は石川県のご出身ですよね、はい、やっぱり夏はこっちの暑さとは全然違います。どうでしょう。最近金沢の方もだいぶ暑くなってきてるみたいなんですけど。なるほどなるほど。やっぱりこっちはこっちで、はい、暑いなって感じですか。なるほど。じゃあ暑さ対策というか、なあの、夏に負けない体を作るのはやっぱりいっぱい食べることですかね。すなるほど。では成田選手はどうですか。僕も暑いのは苦手なんで、はい、苦手ですか、はい、まあ、夏は結構体が、まあ、自分は結構しんどくなるので、はい、まあ、寮にいるときは抗体浴とかをして、はい、できる限り疲れをためないようにして、はい、抗体浴、あの、熱いお湯と冷たいお水入ったりとか、はい、そうです。あ、そういうので、ね、体も慣れてくるんですかね。はい、はい、成田選
選手もご出身は秋田県、はい、やっぱり夏の暑さは結構こたえますか、こっちの方は。うそうですね、やっぱ秋田はまだ涼しいと思うので、はい、そうですよね、きっとね、まあ、こっちの暑さは結構自分はしんどいなと、はい、でも慣れてきましたか、どうですか。いや、全く慣れてないです。なかなか慣れないですか、はい、じゃあこれからもね、あの夏場で暑さ対策をしながら、あのしっかり体を作っていっていただきたいなと思います。では続いてここからが皆さんエニタイムフィットネススペシャルデーということで、ぜひあの体のねトレーニングなどのお話を伺っていきたいんですが、ズバリ普段はどのくらい、どんなトレーニングをされているのか、あんまり詳しいことはね、あの皆さん聞いたことがないと思うので、ちょっとそこ詳しく聞いてみたいなと思うんですが、まずは岩下選手、普段どんなこう筋力トレーニングとかされてるんですか。筋トレですか、はい、僕は結構、はい、ウェイトはあまり上げる、はい、上げるっていうか、あ、ウェイトは結構上げるやる方ですね。ちなみになんかあの寝っ転がってこう上げるやつって何キロぐらいですか。ベンチプレスとかもありますか。全然やりますし。ちなみに何キロ上げたりされますか。何キロマックスですか、はい、100キロくらいですか。あ、100キロぐらい上げられるんですね。なるほど。ちなみにご自身の体の中でこう一番自信があるところはどこですか。自信があるところですか、はいはい、デコルテですか、ね、デコルテ、お、デコルテ、デコルテですか、ね、この辺ですか、はい、この辺綺麗ですか、仕上がってますか。綺麗に見えるように、はい、綺麗に見えるように鍛えてらっしゃいます、はい、なるほど。自信があるパーツはデコルテ、すごい女子みたいですね、いいですね。では成田選手、普段特にこう重点的に鍛えてるなんかポイントだったりとかあります？まあ、自分は下半身を中心に鍛えてます、はい、なるほど。ご自身の中でこう特に自信があるパーツはどこでしょう？どうですか？自分の中ですか？はい、いやどこですかね、はい、まあ、下半身はやっぱりやってるんで太ももとかですか？あ、太もも、顔でしょ。いや、それはないですね。顔次お願いします。じゃあ次行きましょうか。自信があるパーツは太ももと。でもやっぱりこうプロ野球選手になって皆さんいっぱい食べて鍛えて結構体大きくなる方がほとんどだと思うんですけど、お二人はプロに入られてなんか例えば体重でいったらどのぐらい増えたとかってそういうのありますか。岩下選手どうですか。僕体重自体は10キロ近くは、はい、10キロ近く、はあ、結構増やしましたね、はい、どういうふうにあの 体重を増やすんですか。実際にはやっぱりひたすら食べるんですか。基本食べるのが好きなんで、はい、あ、まず食べるのがお好きなんですね。じゃあそれは苦にならないと。もう全然もう入ってからもう困ることはなかったですし、そうなんですね。夏はもしっかり食べれる。夏も食べて、なるほど。成田選手はどうでしょう、プロに入られてどのぐらい変わりました。僕もまあ8キロから9キロぐらい。8キロから9キロ、はい、どんな風に付与されました。どんどん、まあ、普通にご飯食べて、はい、ウェイトしてみたいな。いっぱい食べて。ああ、なるほどなるほど。やっぱりこうプロになるためのね、こう体作りっていうのはかなり過酷なんじゃないかなとも思いますが、そこでマリーンズの選手の中でこの選手の鍛え方はすごいっていう方がもしいらっしゃったら教えていただきたいなと思うんですが、どうでしょう、岩下選手から見てこの人すごいぞ、この人のここすごいぞとか、この人の鍛え方は半端ないぞっていう選手がいたら教えてください。いや、皆さん本当すごいんですけど、はい、選手っていうよりかは、はい、コーチでちょっと尊敬している方がいて。え、誰でしょう。小林正さんの。あ、はい、小林正秀コーチ。ウェイトがすごくて、はい、え、そんなにやってらっしゃるんですか。いやもう、はい、すごいっす。それは何ですか、あの回数なのか、こう、なんですか。重りです。重りがすごい。すごい重さ上げてるんで。そうなんですね。現役いけるんじゃないかと。いけるんじゃないかと。そうですか。でもこう胸板もねすごいですからね。見習いたいなと。あ、見習っていきたいと。でもコーチがそれだけこう頑張ってらっしゃるとこう刺激にもなりますよね。本当そうですね。そうですよね。怠けてられないですもんね。なるほど。まさかの小林コーチの名前が上がりました。では成田選手はチームの中で誰でしょうか。まあ、そうですね、やっぱ身近だとやっぱ岩下さんが、はい、あ、やっぱり岩下選手がウェイトはすごいなと。結構追い込んでる感じですか。そしてウェイト上で、はい、そうですね、たまになんか、はい、上半身裸になって、裸になってそれ鏡見ながらやってる。鏡見ながら、はい、いいですね。気合入れてるなと、はい、気合入ってんなと。あ、やっぱこうデコルテを綺麗なデコルテ作るために鏡見ながら、はい、意識しながらやってるんですね。でもこうパーツをね意識しながらやるっていうのがすごくね大事だって聞きますからね。こう上半身脱ぎながらやってらっしゃるということですけども、ちなみにやっぱりあの皆さんピッチャー陣一緒にこうウェイトされる時間とかそういうのが決まってるんですか。実際はどんな感じですか。バラバラです。バラバラですか。例えば隣で誰かがやってたら、
あと1回にしようかと思ったけどもう10回やろうかなとかそういうのってあります？岩下選手どうですか？僕は全くないです。あ、ないですか？もう自分のペースで。自己満です。あ、自己満。もう自分がいいと思ったらいい。そうっす。あ、じゃああんまり人のことは気にならない。そうっす。ああ、そうなんですね。もう自分との戦いっていう感じですかね。ウェイトはもう、あ、もうウェイトは自分との戦い、自分との勝負。なんか職人みたいな感じでいいですね。では成田選手はどうですか？まあ僕も、はい、自分のことが終わったらもう上がる感じで。あ、なるほどなるほど。なんかあのホームページの自己紹介のところにはなんか性格負けず嫌いとかって書いてあったんで、こう誰かいたらちょっと意識しちゃうのかなとか思ったんですけど、どうでしょう？ウェイトはそんな気にしないですけど、ランニングとかはやっぱ、はい、あ、ランキングとかは、はい、ないなと。あ、やっぱりちょっとランキングは気にしていきたいなっていう。ランニングあ、ランニングランニングなんかイケメンランキングのことかと思っちゃう。失礼しました。ランニング。間違えてないですか。あ、失礼しました。そこはお願いします。失礼しました。ランニングですね。ランニング。あ、そういう時はやっぱりちょっと負けたくないなって気持ちが出てくるんですね。なるほどなるほど。なかなかこう暑いとね、特にこうランニングとかね、あの普段お仕事しながらこう体鍛えてるよなんていう方もちょっとこうへばっちゃうことあると思うんですけど、せっかくですからお二人から普段体鍛えて頑張ってるよって方になんか応援コメントみたいのいただいてもいいですか？なんか一緒に頑張りましょうみたいな、なんかそういうのを一言もらってもいい？無茶ぶりすみません。ウェイトですか？なんかウェイトでもなんかジム自分で普段行ってるよっていう方も結構ねいらっしゃると思うので。いや、そうですね、トレーニング全般やっぱり、はい、自分との勝負なんで。あ、いいですね。どうなりたいかをやっぱ、はい、僕もそうですけど、はい、しっかりビジョンを考えてやってるんで。ビジョンを考えて、そこは、はい、ブレずに。あ、ブレずにやっていったらいいんじゃないかなと。お、なるほど。こう理想のスタイルをね思い描きながら頑張るといいんじゃないかなということですね。では成田選手からもぜひお願いします。そうですね、まあ、はい、ウェイトばっかやってたらやっぱ、はい、ちょっとデブにも見えるかもしれないんで。あんまりこう大きく、ね、筋肉つけすぎちゃうとね。ランニングとかもしてしっかりやっていければ、ちょこういうちょっとお腹出てきたらちょっと嫌だなと思う。なるほど。こうバランスよくやるのがいいよっていうことですか？なるほど。成田選手からのアドバイスはこういろんなこうトレーニングを混ぜて、ね、素敵なスタイル目指してくださいねっていうことですかね。はい、ありがとうございます。ではですね、ここでせっかくですからフォトセッションに移らせていただきたいと思います。ではお二人立っていただいて、すいませんマイクもちょっと今お預かりしますので、まずはお二人で中央に立っていただいてお写真を撮らせていただきます。椅子もはけてもらっていいですか？お願いします。はい、じゃあなんかちょっとね、ガッツポーズみたいな、なんかちょっとこうあのパワーを感じるなんかポーズで、こういうのでいいですか？お願いしても。はい、お願いします。ね、ちょっと今日岩下選手のデコルテが見えないのがちょっと残念ですけどもね、またの機会に見せていただきましょう。はい、じゃあ皆さんもこのお時間ぜひねお写真を撮りください。では5秒前5、4、3、2、1。ではここでエニタイムフィットネスからランニングマンとランニングウーマンにも入っていただいてよろしいですか？ではランニングマン、ランニングウーマンどうぞ。はい、拍手でお迎えください。さあ岩下選手といい勝負って感じのね、なんかこう体つきですけどもね。では一緒にお写真を撮らせてください。ではうちわも持ってもらいましょうか。では岩下選手、成田選手、こちらのうちわをお持ちいただいていいですか？ではフォーショット撮らせてください。お願いします。はい、ちょっとかっこいい感じでいきましょうか、せっかくですからね。はい、ありがとうございます。さあ今日はエニタイムフィットネス様とのコラボ企画ということで、ちょっとトレーニングなんかについてもお二人からお話を伺ってまいりました。さあお写真の方はよろしいでしょうか？では5秒前5、4、3、2、1。それでは撮影タイム終了です。ありがとうございました。では今一度マイクをお渡しいたします。さあ岩下選手はちょっとお話苦手なんておっしゃってましたけれども、今日トークショー終わってみていかがですか？どうでしたか？いや、結構短い時間ですけど、はい、まあ、タケルと一緒で、はい、ちょっと緊張もほどけて、よかったです。よかったなと、はい、いつかはこのステージでデコルテ見せてもらうことできますかね？しっかり仕上げてきます、ね、いいですか？さあ皆さん、じゃあぜひ次回はね、素晴らしいデコルテを見せていただきたいと思います。成田選手はトークショーいかがでしたか？そうですね、まあ、はい、まあ、体つきの岩下さんと一緒にできたんで、はい、まあ、本当はここで脱いでくれるかなと思ったんですけど、ね、ちょっと今日はね、まあ、ちょっとダメだったんで、はい、まあ、今度また機会があったら脱いでくれると思うので、はい、そうですよね、はい、期待しててください。成田選手の太もも疲労はちょっとないですか？あ、ちょっと、はい、ちょっとそうですか。じゃあでも脱げればあると思う。あ、本当ですか？じゃあいつかぜひ。いや
では最後にですね、お集まりのマリンズファンの皆さんに一言ずつメッセージをいただいて終了したいと思います。では岩下さんからお願いします。はい、僕自身昨日ちょっと打たれましたけど、僕そこはしっかり切り替えて今日勝つためだけに投げるんで、でまた大きなご声援、よろしくお願いします。ありがとうございます。では成田選手お願いします。はい、投げる機会があったら、まあ、全力で向かっていきたいと思います。皆さんの声援に応えられるよう頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは本日の、マリンフェスタ特別トークショーには岩下大輝選手、成田翔選手にお越しいただきました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。